遊戯王マスターテール、前回の続きからプレイしていきましょう。さて、星に眠る力の秘密の続きからですね。戦うんだよな。ロック解除してプラクティス。パラディオンのデッキの特徴、基本戦術について学ぼう。あなたは高校です。はい。あ、このフィールドめっちゃいいな。リンクモンスター。リンクか。苦手なんだよな。まあでも、そうか。今までもずっとリンクだったもんな。このテーマ。ドロー。セーブ生還。アクロードパラディンをリンク召喚し、このターンでデュールに勝利しましょう。4500も削れんの？召喚。リンク、マギアスパラディオン。お、リンク召喚。110のパラディオンを特殊召喚し、マギアスパラディオンの効果で発動させましょう。はい。効果発動。天球のパラディオンを持ってくる。リンク。だんだんリンクの数を上げていくっていうのはやっぱ基本戦術なんだな。出してリンク先にモンスターが召喚。リユナイトパラディオン装備なのか。2体のモンスターをリンク素材として、アークロードパラディオンをリンク召喚しましょう。どんどんリンクの数が上がっていく。はい、アークロードパラディオン攻撃力をアップさせましょう。フィールド魔法か。生還を特殊召喚しましょう。あ、リンク先ここか。へー、これでも難しそうだな。デュエル、ちょ、マイデッキでいこうか。俺5期まででさ、てかなんか適当に罠デッキ作ってんだよね。それでやろう。勝てる気がせんけど、めっちゃ事故るから。向こうからだもんな、罠デッキなのにな。ドロ、攻撃の無力化。まあまあまあって感じだけど、相手がモンスターの召喚に特殊召喚成功した場合、ちょっと鬱陶しいな。割っとくか。素早いモモンガセット、大きな神殿セット、どうしよっかな。ドレインシールドセットしとくか。ゾウマモセット、今すぐ使っても守備表示にしかならんから、ターンエンドで相手のエンドフェーズに出したいけど、いや、出さない出さない、今は出さない。よく回るな。てか、つえ、なんだ3000って。おい、やばいぞ、やば。そうだよな、生物いっぱい持ってんだもんな。並べすぎだよ。いや、これはもらっといて、モモンガセット、セット、1700。いや、もう
俺はおもんがちゃんで受けよう。でこれもモモンガちゃんで受けよう。で最後の攻撃だけドレインシールドで防ごう。よし、オッケー。でいやー出すべきじゃなかったかもしれんけどな。おメタルリフテリフテ噛んだねー。攻撃表示セット、使え。よし、潰しに来るかな。出しとくか一応攻撃の魔力か。でこれでこいつ殺しても大丈夫か。怖いんだよなこの辺。潰しとこう。エンド。戻ってきたよ。うわ、何が来る？ 500？何が来る、何が来る。うわー、兄ちゃん来たね。なんだ、トークン邪魔だな。なん、いやこれ受けるか。ダメージ受けろ。いやもう俺はもう受けるか。ちょっと微妙だな。やばいなこれ。いやこのターンはしのげるけどこれやばいな。ウリアとか出てもって感じだな。やばい、攻撃の無力だ。これはしのごう。やばい。ゾーマか。ゾーマセットまたこいつで殴ってきたら出すか。500は受けます。受けましょう。受けよう。殴ってくるよな。ほら絶対殴るんだよ。普通殴んないでしょ。知ってるもん普通は。んだ？すぐいろんなの出してくるよ。あ、お前もやっぱ上のやつあるのか。え？戦闘効果では破壊されない。あー、兄ちゃん。なんだオーケストリオンって。オーケストラ的なあれなんだろうけど。オーケの神殿やばいぞ。これ負けたかな。魔法カード使ってくればな。マジック邪魔しとくか。大きな神殿いらんもんな今。やばい。あ、終わった終わったなこれ。
いや、大丈夫か？ギリいける？あ、ダメ、ダメです。ダメです。あ、ダメです。すいません。こんなデッキで勝てるわけがないんだよな。勝てるわけがないんだよな。もう一回やろうか。いけるかな？引き次第ではなんとかなるんだよな。マージで引きす、シェルケトが来てもな、シェルケトが来てもな、セットクリッターセット、何持ってくる、ウリア持ってくんのは微妙かな、メタルリフレクトスライム出しとくか。キャンセル。まさかクリッターを抜かれないとは思わなかったな。これなんだ？永続か、永続割っとくか。俺、さっきも割ったな。一回割っとくか。あ、お前なんだよ。せっかく割ったのにな、いっぱい持ってんじゃねえか。ドレインシールド。本当につなぎにしかならんな。エンド。ヒッターで殴りに行くのが怖すぎる。まあでも相手も困ってんな。クリッター抜けないのか。驚きだな。セット。エンド。なんだこの、なんだこの勝負は。ハーピーとかで盤面全部開けたいな。なんかリンク召喚してきたら、今日。やるか？もう。あんまり、こんなやつにやりたくないんだけどな。すぐ出してくるしな。アタック。もう攻撃誘いに行くか。クリッターでサーチしたいんだけどな。めっちゃ盤面並べてる。ハーピーが欲しい。無理か。無理だよね。リビテセット。あ、間違えた。間違えたよ。お、ちょっと上げてきたな。こんなんにドレインシールドは使えん。よし。何持ってくる？ちょ、手札がゴミだからメタボルスポットするか。メタボルスポット引きましたって言われてんのに、アタックしてくるやつ普通いないんだけどな。巨奪。セット。本当にお互い。どんな環境だよ。リンクとかガンガン入ってるはずなのに全然お互いリンクしないっていう。いや。手札を補充させてほしい。あー、どうでしょう。どうでしょう。あ、してきた。よしよし。いいぞ。オルフェゴールド、オーギヌス。どうしようか。使うか。帰れ。これ、相手に結構効くな。リビデか。リビデ使うか。リビデ使う？神の恵み。どうしようかな。ももちゃん。
ももちゃん、ももちゃん出しとくか。ももちゃん出しといて、攻撃の無力化とか使いたいんだけど。リビーで、神の恵み。永続罠が一応今、2枚か。この辺邪魔だな。使いたいな。ももちゃん、ももちゃんで殴ってもよかったな。マジで？お互い何もできなさすぎじゃない？OK。殴ってくれないと俺使えないんだけど。反転召喚。グリッター召喚。殴りに行くか？主召喚する。うわーでっか。じゃあ巨奪入れ。でウリアを引きたいんですけど、これ使っとくか。バトルアタック、アタック。こんなんで殴る環境何？リビーでいいか。これ表じゃないよな。セットされた、セットされたか。あ、じゃああいつに効かないんだ。永続に効かないのか。使っとくか。わからん。セットだもんな。盾を出してくる。どうしよう。セルケト出せないもんな。クリッター。攻撃表紙。そういうことをしてくんだよね。ウリア出さんと。って感じなんだけど。それか、あいつ、あいつ抜けないな。全然攻撃してほしいんだけど。あいつ大丈夫？あんなにライフ払ってそれで死ぬんじゃないの。もうさ、特殊召喚する。メタモルポット出す。場面埋まっちゃった。どうしよう。変路でいっか。お、なんか強いの来たね。マジックシリンダー終わっちゃったよ。なんだこの勝負は。泥試合にもならん。お、生還だ。じゃあそのレンタルの方でやってみようか。マジで相手が回るか回らんかだけだな。ハーピー入ってんのか。おっきいね。めっちゃ並べるもんな、相手。一枚では使えんな。生物への抵抗。あー、これ。はい。どうしようかな。あ、出しとくか。クローラー、パラディオン、セット。墓地のモンスター1体を対処して発動できる。このモンスター、リンク先に特殊召喚。とりあえず、これを、やっとこう。マギアス、パラディオン、召喚。で、
特殊召喚、うん、発動をエクサデックから特殊召喚されたフィールド上のモンスターが効果を発動した時、このカードをリリース発動でき、あーしません、それはすいません。何持ってくればいいんだこれ、何持ってくる、典型のパラディオンとかでいいか。まあ同じあれで教本通りの行動すればいいか。これを召喚で、特殊召喚します。で何を持ってくるって話なんだけど、まあ同じこれでいいか。リュナイトパラディオンで、アークロードパラディオン、アークロードパラディオン、リユナイトパラディオン、生物を、あ、そうか、これがあんのか。え、なに？これ、これかな？相互リンクにはならんのか。そうか、いや、いいか、このまま行こう。アタック、なに？危ない。よしよし、危ねえ。アタック下がったけど、まあしゃあないな。エンド割っときゃよかった。まあでもまあいっか。3000でも相手普通に超えてくんだよな。あー、これいいね。永続なんだ。永続っていうか罠モンスターなんだな。守備表示でここ、よしよし、これで上がるぞ。クロラバイオン、このカードの効果で成功した場合に、あ、マジで生物カード1枚引っ張ってこよう。で、いや無効にはしませんよ。で、生還持ってこよう。よしよしよし、無効にはしない。ハーピーで割っとくか。生物を都合、お特殊召喚めっちゃ強くなったな。あ、そうか、特殊召喚してくんのか。先に割っとけばよかった。こいつやって、これあんま意味ないか、あんま意味ない気がする。あんまっていうか全然意味ない気がする。パラディオリンクモンスター1体を対象として発動できる。あー、いや微妙だな。どうしよう。こうしとくか。こつえで割ろう。怖い、このデッキ強えな。俺が弱いだけかもしれんけど、俺がっていうかあの罠のデッキがえらい弱いだけなのかもしれんけど。あ、そっか、あ、そっか、攻撃できねえんだ、攻撃できねえんだ。相互リンク、相互リンクか、相互リンクにしたいな、したいけど、うん、したいけど、相互リンクできるやつ いなくない？エンドで、あれ払うのか。
特殊召喚するか、俺も。ああ、なんかしとこうか。おお、バベル。いいか。いいでしょう。精神のパラディオン。このターン、倍になるけどって感じか。相手モンスターすべてに1回ずつ。いやー、攻撃表示に変更。どうしようかな、リンク出すか。下がるんだよな。でも一個ずつ多分段階踏んだ方が。違う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 。これでここに出す。相互リンクができないんだよね。で、これで、はい、マクロードパラディオン。バトル。アタック。間違えたなんて。あー、下がった。邪魔だよ、もう。これでも消し飛ばせないの。普通に間違えた。くそ、なんかすごい、時間を伸ばしてくる感じがする。ん？なんで？なんで？え？ 3000 ダウン！？やばい、俺が沼ったから。俺が沼ったから。愚かな埋葬。愚かな埋葬？愚かな埋葬。墓地行った時に効果出るやつっていたっけ。墓地。いる？そんなん。あ、これか。自分のパラディオンリンクモンスター一体。あんま意味ないよな。発動しとく？全く意味がないけど。まあいいや、普通に。当たった。メインついてもしゃあないし、これで。効果見たいんだよな、これ。リユナイトパラディオン。もうなんだよな。あるんだよな。アタック。イエーイ！結構もう終わったって思ったとこまで行ったのにな。やばいなぁ。特殊召喚しよう。
で、行く先、いいか、これで意味ないんだけどやっといて、アタック、何それ。あー、破壊される代わりにか、破壊される代わりに墓地に、いい、置いとけよ。聖官を殺すことじゃないというか、聖官殺したことでアグロとパルニオンが2000下がるのがきつすぎるよね。結構プレミア多いんだろうけど、もうちょっとうまくやれるんだろうな。おお、ん、なんだなんだなんだ。パラディオンモンスター、自分以外のカード。あー、どうしよう、使っとくか。あ、怖っ。何してくるかわからん。うーあーすん、モンスターを特殊召喚します、します、します。どっちからどうしようかな。聖冠持ってくるか。いや、攻撃表示で。OK。で、どうしようか。これで、そうだね。これでいいんだよな。アタック。で、アタック、あ、違うんだって、違うんですって、間違えたんだって。もう、あ、そうか、俺があれやったからか。俺が効果無効なやつをやったせいでこの効果が出なくなってんのか。出してくるよね。来ると思った。やばい、やばい。なんかモンスターを出せるあれが欲しい。まあ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 か。まあ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 。特殊召喚。ちょっと超えた。よし、これで。アタック。エンド。泥試合だな。守備を固めてくる。ドロー。あー、罠。今出せないんだよな。攻撃表示に変更しても削りきれるわけではないわけではない。こっち出しとくか。マギアスパラディオンで、下がったのか。下がったね。下がったな。あー、そうか。そうだよな。下に、リンクマーカーがあんだもんな。
使いづれえテーマだな。攻撃何？あれか、破壊されないやつか。エンド、攻撃300だもんな、全然上がんないよな。守備表示 OK、 生物カードを、違う危ない、生物を巡る戦い、自分フィールドの表側表示モンスター1体をエンドフェーズまで除外し、相手のフィールドの表側モンスターを1体として発動できる。あー、どうでしょうって感じだな。真珠のバラディ、あー、これ使うか。よし、クルセイドパラディオン、とりあえず出すだけ出しとくか。もともとの数値分ダウンいるかな。結局除外するんだったらあれだもんね、こいつ下がるもんな。アークロードパラディオン、どうしよう。マーカーこっち側についてるから、下がるけど、いやいいか、これで、あ、でも終わるか、終わるか、トラップカード次第だけど、終わったわ。めっちゃ時間かかるな。クルセイドパラディオン、このカードあったか。ニギルスの元へと向かうとするパラディオン、しかしその前に無数の飢餓兵器オルフェゴールが立ちはだかった。オルフェゴルの大軍に、苦戦を強いられる。その激戦の最中で、アウダムはオルフェゴル・バベルの内部から自身と同じ鍵の力を感じ取る。機械人形がわずかに継承した鍵の力を使い、オルフェゴル・バベルを起動させていたのだ。輝きを放ちながら、塔はまるでほどけていくかのように、その全貌を展開させ天へ伸びていく。起動を阻むべく、機械人形の元へと迫るアウダムの、前に、他でもないニーリスが立ち上がらなかった。あの悪夢の日から年月を経ての再会、戦いの喧騒の中、二人の視線はぶつかり合う。アーラムは問う。なぜ星の脅威となる大いなる闇に手を出そうとしたのか。なぜ天に届かせるような塔や機械兵器の軍勢を作り上げたのか。ニーリスは答える。すべてはイブのためだと。ニーリスの真の目的、それはバベルを起動させることにより、天空から生物聖城を打ち下ろして地下庫を破壊すること。それにより、地中に眠る生物、聖筆かなを目覚めさせ、その生と死を司る権能を持ってイブの魂を復活。さらに地下庫に封じられた大いなる闇の力を解放し、イブを新たな神へと再誕させることであった。真の目的を知ったアウラムは彼を止めるために剣を振る。人間を引くことなく剣を振る。あ、槍を振る。立ちふさかる者がたとえ誰であろうとも。ニンギリスが妹を誰よりも大切に思っていたことは分かっていた。だからといって彼女を思ってのことが星を脅かすようなことであっていいのか。アーラムには蘇ったイブが笑顔を見せてくれるとは思えなかった。だがニンギリスにとってはイブが生きてくれることが何よりの願い。それがたとえ世界を敵に回すことになろうとも。どちらも己が信じる道を突き進んでいた。互いの信念がぶつかり合い、戦いが一進一退の様相を呈している中、オルフェゴール・バベルは起動してしまう。そしてついに、聖城は撃ち下ろされる。天より放たれた聖城は大地を貫き、その衝撃は星を
メイドスタ。え、ここで終わり？え？え、何？アップデに行きたいってこと？マジで？めっちゃいいとこじゃん。こ次、次見せてくれよ。え、だってこれ別だよね。別だよな。マジかよ。めっちゃ期待してたのに。はい。ということで、じゃあここで一旦区切りましょうか。マジで。決着すると思ったのに。めっちゃ気になるわ、これ。それでは、ご視聴いただきましてありがとうございました。次回これ、やっていきましょう。